ブンブンハローボンジュール、オリーブオイルをビールがけ。どうもガチギレ MC です。何してるの、冷えるでしょ。寒い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 。帰ろ。365日昼飯江口食べてみた企画2日目の今日11月1日ハロウィンの翌日ということで、ハロウィンで街にあふれたゴミを全部僕が片付けようと思います。先に言っておきます、これは完全に偽善です。11月1日にハロウィンとゴミ拾いってつけることによって視聴者数が増えると思いました。それで来てしまった皆さんは残念ながら呪われてしまいます。10分以内に10人に送ってください、この動画を広めてください。そうじゃないと呪われます。もうそれがね、全然呪われてもいいよっていう人は残念ながら名前をノートに書かせてもらって心臓麻痺で殺します。ガチですこれ。はい、もう偽善とかのレベルじゃないですよ。もうはい、偽善どころじゃない、もう偽善も PM も超えて悪です。僕はパオン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 。まあそれでもね、ちゃんとゴミ拾いはするんで、まあ江口が200円なんで、まあ200個ゴミ拾うか、もしくは200分ぐらいゴミ拾い終わったら江口行こうかなと思います。その時こう江口は格別ですよ。じゃあぜひ見てください。じゃあ今から心斎橋かな、梅田かわからないですけど、ジャンプします。いきます。ああ、ここは何や、どこや、梅田か心斎橋か、どこでもないよ。おいおい、クマクマ、バートルームクマ、あいつが、あいつが、ああ。まあとりあえずここに来てしまったからには、ここでね、とりあえずハロウィンのゴミを200個集めるか、もしくは200分かな。まあ長丁場なると長くても200分までかな。はい、けど本気でもうゴミを集めて、それまで江口は食えないっていう、そういう企画をしたいと思います。じゃあ集めていきましょう。あいつが、あいつが、すいません、あのもう300秒、200秒かな、200秒経ったんで、で、まあ、ある程度ゴミ探したんですけども、ちょっとねゴミもなくて、ここのゴミは全部もう取りました。200秒経って200個集めようと思ったんですけどもなかったんで、とりあえず今ある分だけ数えます。でも江口も買っちゃいました、すいません、我慢できずに。ちょっととりあえず数えますね、何個あるか。いやこれ、あ、懐かしいですね、あの玉入れみたいな感じで。まずがこれですね、多分これは紙コップかな、多分なんかその糸電話の仮装かな、糸電話の仮装で使った紙コップがまず一つでありました。んで、吸い殻、これも多分タバコ吸ってる中学生とかの仮装かな、はい、が一つありました。あとはガムをなんか包んだ紙、はい、これもあれですかね、ガムを食うあのハンターハンターのあの仮装かな、ハンターハンターのガム食うやつの仮装でだと思います。はい、この3つと、はい、3つ、これもカウントしていいかな、これも一緒に置きます。4つです、合計4つ集めました。もうね、こんなに綺麗な大空の下でゴミ掃除した後に食う江口が一番うまいと思います。もうこれで勘弁してください。200個も食えません、あの取れありませんでした。では食いたいと思います。うまいのか、トゥン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 、偽善でもうまい、たとえ偽善でもうまい。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポーン、バイ。